みんなが見たことも聞いたこともない、でもきっと世界の未来に役立つものを発見するインターナショナルリニアコライダー IRC。 IRC が日本にできるようたった3人で立ち上がった IRC 科学少年団。宇宙が大好き好奇心旺盛のひなちゃん、なんやかんやあってリニアコライダーというヒーローになってしまった俺しのに、宇宙についてめっちゃ詳しいさぬき先生。 IRC が日本に来るよ、とにかくなんか頑張れ IRC 科学少年団。ILC は私たちの知らない何かを発見する装置。一体何を発見するの？素粒子を発見する装置だよ。その素粒子を発見すれば何かいいことがあるの？今までの歴史を振り返ると、素粒子の研究が僕たちの生活を本当に豊かにしてるんだよ。シノニー、ヒックス粒子って何？何かを調べるときにはこれこれ。このスマホっていうのは電子の発見なしには語れないんだ。僕たちの身の回りの電車もエアコンも電子レンジも全て電気の流れ、電流で動いてる。で、電流っていうのは電子がたくさん流れてるものなんだ。電子というたった一つの素粒子の発見が私たちの生活をこんなに豊かにしたんだ。突然ですが、三択クイズ。目の前で理由のわからないことが起きました。こんな時、科学者だったらどうする？ 1. 現実逃避。2. 怪奇現象だと思う。 3. その理由が何か調べて真実に迫ってみたいと思う。みんなが正解するとシノニーがリニアコライダーに変身するよ。1かな、それとも2かな。いやいや、3かな。正解はそう、3のその理由を調べて真実に迫っていきたいと思う。目の前にある不思議がなぜ起こるのか、その理由を一番小さい素粒子の段階から調べることで宇宙の仕組みがわかる。それを新しい発見につなげることで生活が豊かになってきたんだね。みんな正解と言いたいところだけど、君と君不正解。現実逃避とか言っちゃダメ。間違った子がいるけど、一応リニアコライダー変身。シャー、リニアコライダー加速。デビッタ、おー、シノニーかっこいいってノースリーブになってんじゃん。やっぱり全員正解しないとダメだ。あー、これじゃ勝てない。ちょっとみんな、次は全問正解に頼むぞ。よし、今回の復習。宇宙はまだまだ謎だらけ。不思議だなって思ったら理由がなんだか調べてみよう。